キンプリ59最後のミュージックステーション緊急2時間 SP かソレスの9史テレ朝と TBS が手を組んだ5人の花道の裏側ご視聴ありがとうございました素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたしますありがとうございます1週間後の5月19日放送のミュージックステーション2時間 SP テレビ朝日系は、いつにも増して多くのジャニーズファンからの注目を集めている。人気沸騰中のスノーマンが出演することに加えて、現体制のキー・エ G ・ジー・アンド・ピンス・キンプリにとって最後の M ステ出演となるからだ。 エムステの3日後、5月22日に金プリは平野市要26、岸優太27、神宮寺優太タ26の3人が脱退し、ジャニーズ事務所からも退場、岸の宮城退場。金プリは長瀬連24と高橋海斗24の同ユニットに生まれ変わる。5人の金プリとしては最後の歌番組になる可能性が高い。 そうした背景もあるのでしょう。スノーマンのファン、通称スノタンの優しさも話題となっています。女性誌ライター。5月19日放送のエムステに関して、スノーマンとキンプリのファンクラブ会員を相手に番強の募集がスタートしている5月15日締め切り。生で死の活躍を見ることができる貴重な機会となるが、ティアラ。 キンプリのファンにとって今回の番境はおそらく5人のキンプリのパフォーマンスを直接目の前で応援できる最後の機会である。四角ティアラに譲りたいスノヒロシの声。そのため、スノタンも今回ばかりはティアラに席を譲ってあげたい思いが強いようで。スノ、エムステ番境。 と思ったけど、ここはティアラが少しでも多く行ってほしい。そもそも倍率、スノダンの方々がエムステの番境全部ティアラに金プリ枠増やしてあげて、一人でも多くのティアラに行って、たくさんツイートしてくださってて、泣いた。 なんて暖かい世界なの私スノタンタンになっちゃう。さっき59キンプリとスノノデルエムステ番教来て思ったんだけど私はスノタンだけどその番教は少しでもティアラ優先にしてほしいならな。席はティアラで埋め尽くしてほしいって思う。っていう私個人の意見です。といった5人のキンプリの花道を拝ませてあげたいという声が SNS に多く寄せられているのだ。 また、スノーマンの出演の裏側をめぐっては、こんな声も。スノーマンは、4月28日に冠番組、それスノーマンにやらせてください。TBSK が金曜20時枠のゴールデン隊に昇格したばかりですが、この、それスノについて、今回の彼らの、エムステ、出演にあたり、さらには、キンプリへの配慮から、急遽、ジャニーズ事務所、TBS、 テレ朝の産者ですり合わせが行われたという話が聞こえてきていますね。制作会社関係者。4月の時点では5月19日のソレスノとエムステはそれぞれ通常の時間帯で放送すると告知されていたという。前者は20時から21時、後者は21時から22時である。 しかし、5月12日現在は、ソレスノが放送休止に変更。TBS の20時から22時は、中井雅宏の金スマスペシャルに置き換わっており、テレ朝の M ステは同時間帯放送の2時間 SP に変更されている。四角だったい組とスノーマンの絆も影響放送が変更になった理由。それは、 おそらくエムステにキンプリとスノーマン出演の都合がついたことで、エムステ、サイドは番組を2時間 SP に変更したいとなった。3人が脱退する直前の5人のキンプリを大々的に取り上げることが考えられ、その他の出演者も考えれば、通常放送では絶対に収まりませんからね。しかし、2時間 SP に拡大すると20時からの放送となる。 テレ朝の看板報道番組である22時からの報道ステーションは動かせませんからね。そうなると20時から TBS で放送されるソレスノが裏子を無理してしまう。それを避けるためテレ朝と TBS の編成で話し合いが行われたのではないかな、と。実はキンプリは脱退メンバーを中心にスノーマンとかなり深い関係性を築いていたグループで だからこそ、最後に、エムステックで共演するのを、スノーマンも強く望んだのかもしれません。前での制作会社関係者。平野は向井康二、28、とは関西ジャニーズ JR 時代から付き合いがあり、JR。うち3人組ユニットキーンキャンニー、所属していたことで、ファンの間でも、証拠児コンビとして親しまれていた。 また、岸士は岩本章29に JR 時代にお世話になっていたそうで、夜中によくジムを通わせていただきまして、結構家遠かったんですけど、それでも夜中にかかわらず岩本くんが車で1時間くらいかかったんですけど送ってくださいまして。と、2021年9月放送の M ステで明かしている。 そして、神宮寺と2021年3月末に金プリを脱退した岩橋玄樹26は、深澤達也31に抱いていた。神宮寺、深澤くんといつも遊んでるんですよ、3人で。岩橋、3人でお菓子食べながら、怖い DVD 見て、怖いシーンで抱き合っている。 というエピソードを岩橋と神竜寺は2014年にザ少年楽部 NHK で語っていた。JR 時代から続いていた平野、騎士、神竜寺とスノーマンメンバーの友情。彼らの思いが最後の共演につながったのかもしれない。テレ朝、TBS、そして当然事務所の熱いサポートもあったであろうキンプリの最後の M ステ出演。 5月19日の同番組は、スノーマンが花を添える、最高の舞台になるのは間違いない。近く、出られただけでも奇跡だよね。金プリ、個性あふれるリレーダンスで見せた二人羽織芸。縦一列に並んで披露するリレーダンス。先頭の長瀬を、騎士が後ろから手だけ出す二人羽織をするギャグも、空手だ。